アンニョンハセヨ、山下です。英語も韓国語もできませんので日本語ですいません、よろしくお願いします。안녕하세요반갑습니다저는야마시타유스케라고합니다제가일본어밖에안됩니다영어도안되고한국말도안해서그래서발표는일본어로드리도록하겠습니다で私は政策論ではなくて、日本の都市農村の社会学の研究者ですので、その立場からお話しします。まず最初に申し上げますけど、日本の高齢社会に向けた政策もいろいろな面で危ういものになってます。저는개인적으로정책론자는아니고요그래서주로일본의도시농촌문제에있어서의어떻게바라볼것인가에는사회학자의관점을갖고있습니다그래서주로그측면에서일본의노인복지정책을주로보고있는데요아시는바와같이일본사회가연금이나개호보험이나일본의고령사회가갖고있는여러가지문제때문에굉장히정책적으로많이위험한불안한상태에있습니다その危うさは、一つは91年にバブル崩壊がありまして、まあ、そこから出てきた、まあ、財政問題があります。ただより重要なのは少子化問題です。예그리고그위험한상황들이어떻게시작이됐나라고생각을해보면첫번째가장큰이유가91년에버블경제후에버블붕괴후에경제금융위기상태가오면서그후로재정적인문제가표출이되었고그로인해서그후에이저출산문제가같이더해지면서심각한부분들이더표출된것같습니다네少子化が止まらなくなっていて、その少子化止まらない少子化が日本社会の世代間隔が非常に難しくし、扶養問題にもつながっているということになります。そういう話をします。그래서실제적으로이저출산문제가계속적으로이어지면서사회전반적으로이세대간의문제까지같이불러일으킬수있는전반적인문제점의원인으로지적이되고있습니다네日本の高齢化率が、今 27% までこう上がってまして世界のトップを走っていますが、それ以上に実は少子化が深刻で、これですね、ちょっとこれで、青い線ですけれども、少子化が非常に深刻でですということです。일본의고령화율이2017년에 27.7% 입니다그리고지금그림에서파란색에서보이시는바와같이저출산문제도굉장히심각해서매우심각한이그래프의경향을갖고있습니다네이고령화율의상승은実は베비붐과深く関わってまして第一次베비붐화ですね。これと、あ、これだ。これですね。第一次베비붐화が日本で最も生まれましたけれども、どうしてもこの人たちに向き合ってこれまで高齢者政策が設定されてきました。基本적으로이런일본의저출산고령화문제를얘기할때가장큰원인세대로불려지는것이제2차베이비부머세대입니다실제적으로지금까지의모든정책이이제2차베이비부머세대에맞춰서이루어진것도사실입니다しかしこの第一次ベビーブーマーは第二次ベビーブーマーを生んでますので、ここまでは世代間の再生産はできたということになります。제1차ベビーブーマー世代が제2차ベビーブーマー世代를사실이렇게낳았기때문에양산시켰기때문에사실1차ベビーブーマーは2차ベビーブーマー世代間의문제는사실별로없습니다。問題はこの第二次ベビーブーマーが第三次ベビーブームを生んで、やっていないということで、しかも出生率が2からずっと落ちて 1.26 まで落ちました。問題は제2차ベビーブーマー世代が제3차ベビーブーマー世代を만들지않는다라는겁니다。결과적으로아이들을놓지않다보니기본적으로출산율자체도 2.14 에서 2.57 까지계속떨어지고있는상황입니다。つまり第二次世界大戦後の第一次ベビーブームは次の第二次ベビーブームを引き起こしたのに、その第二次ベビーブームはここで子どもたちを作っていないと、これが非常に大きな問題になっているということです。
여기서 다시 한번 말씀드리면 제2차 세계대전 이후에 제2차 베이비부머 세대가 양산이 됐고 제1차 베이비부머 세대가 제2차 베이비부머 세대를 만들었고 근데 문제는 제2차 베이비부머 세대가 제3차 베이비부머 세대를 만들지 않는 부분들이 일본이 갖고 있는 문제입니다. 頑張っても半分、数十年後に半分ぐらいの人口になるということになっています。 그래서 어떤 방법을 강구를 해도 인구가 반으로 줄어들 수 있는 앞으로 그 예측 결과들이 나오면서 많은 문제점들이 대두되고 있는 것입니다. 네, 이마노와 일본 전체なんですが, 이건 지방의 話ですけれども, 도도府県ですね, 도도府県別に見た時に 4つの 인구 파트가 あります. 예, 그러니까 지금까지는 국가 일본사회가 갖고 있는 이제 인구 통계학적 관점에서 얘기를 말씀드렸고 이번에는 그 영향으로 지역에서는 어떤 변화가 있는가라고 하는 내용을 말씀을 드릴 것이고 이 지역별의 특징이나 네 가지 정도의 패턴으로 정리를 해볼 수 있습니다. 네, ずっと上昇してきた スラッシュ 型と それから 1回 下がって 上がる N 型と それから 最後 落ちていく M 型と このまず 3つが あります。 예, 우선 계속 인구가 증가하는 지역이 있는 반면에 한번 증가했다가 감소했다가 다시 증가하는 지역이 있고 그리고 한번 증가했다가 계속 인구가 감소하고 있는 지역에 우선은 세 가지의 인구 패턴을 볼 수가 있는데요. 사라니, これは都道府県ですけど 市町村別に見た時に この 2回目の上がりがない この ラムダ型というかですね 1960年が ピークで ずっと落ちていく パターンの ラムダ型が あります。 これは過疎地域 に 多い 過疎地域の調査に 多い パターンです。 예, 그리고 마지막에 있는 네 번째 그래프는 한번 올라가다가 계속 떨어지고 있는 이제 지역 자체는 도도구형, 우리의 강역 지자체에서는 보이지 않지만 이 기초 지자체인 시도촌 단위로 내려가면 이런 경향이 보이는 지역들이 같이 나타납니다. で、これがある地域の例です。 和歌山県ですけれども ここが スラッシュ型があって 周りに N M があって奥の山ですね。こちらの山の方にラムダ型があります。 예, 지금 보시는 그림이 와가야마현이라고 하는 곳의 사례인데요. 보시는 바와 같이 한 지역이지만 이게 농촌 분야, 도심 분야에 따라서 이 N이라고 한 표시되는 것도 있고 M으로 표시되어 있는 것도 있고 아예 계속 떨어지는 것도 있고 다양한 형태의 인구 변화의 이 추이가 나타나는 것을 볼 수 있습니다. それで人口減少はこういう 中央よりも地方で、都市よりも農山村で、特にこのラムダのところで、早く顕著に起きています。 예, 특별히 인구 감소의 경향은 도심부보다는 농촌, 도심부보다는 지방으로 그리고 지방에서도 이 농촌 도심부보다는 지방에서 이러한 인구 감소의 그 경향들이 더 크게 나타나는 것을 알 수 있습니다. で、少子高齢化も同じように農山村で進行しており、この赤いところが高齢化率 50% のところ、青いところが若い人が集中しているところですね。 예, 그리고 이제 저출산 고령화의 문제도 이 특히 농촌 지역에 있어서 더욱더 두드러진 경향을 나타내는 걸 볼 수 있는데요. 이 녹색 그림에서의 파란색 녹색 이렇게 되어 있는 부분들이 이제 젊은 인구들이 있다면 이 빨간색 부분에 이 노인 인구들이 집중해서 몰려 있는 부분들을 알 수 있습니다. ただし, これはある種の世代間の住み分けになります。親子、孫の間で家族を分離して地域別に住み分けをし、高齢世代はこう農山村や地方に住み、その子が都会へ出て さらにその孫ですね。孫は都市の人間として生まれ育つという形で、大きな変動に対応しようとしてきました。 예, 기본적으로 이런 그림 이제 그래프들의 경향들을 보면 기본적으로 일본은 이제 전쟁 후에 이 실제로 부모와 자식 간이 어떤 형태의 삶을 유지하는가에 따라서 이런 지역의 인구 변화들도 같이 유발된 걸 알 수가 있습니다. 같이 동거했다가 그 젊은 아이들이 도시로 나오고 부모는 농촌에 남고 그 부모가 도시로 가서 그 자식이 또 자식을 낳고 왠지 자식들은 이제 도시에 이제 삶을 그대로 살아가는 그러면서 기본적으로 이제 노인들은 지역에 농촌에 남고 그 젊은 인구들은 다 도시로 집중하게 되는 이런 양상들을 살펴볼 수가 있습니다. で、それがでも 2000年代に入って、さらにいろんなことが問題になりましたが、まず一つは、東京一極集中が
一時止まったんですけども2000年代に再開しました。예이제그런경일반적인경향들이2000년까지거의계속적으로이루어졌습니다2000년이후에일부이동경집중현상이조금멈추긴했지만그래도여전히이런경향들이강하게남아있습니다さらに問題にされているのがこれなんですが、合計特殊出生率なんですけども都道府県で見ると東京が非常に低く、首都圏でも非常に軒並み低いとですから、最も出生力の低い大都市部に、若い人たちが集中しているとそのことが、全体としての出生力を下げているというふうに今理解されています。예그전체적인특수출생률자체를봐도이기본적으로전체이도도구현중에동경도의출생률이가장낮고그리고그동경도의젊은인구들이가장집중적으로살고있는그런경향들을살펴볼수있습니다まとめますと日本の人口減少の原因、ですがそれは、こう考えられると農村から都市あるいは地方から中央への人口の集中が、就業就学を目指す若者の移動ですその若者が、大都市へ特に東京へと集中したことによって、要するに結婚子育て出生する場として結果のある場所に集まってしまったことが出生力を徐々に削いでいったという可能性があるということです。예그래서근본적으로일본의인구감소라고하는경향들을분석을해보면결론적으로는그농촌에서도시지역으로그젊은인구들이집중이되면서기본적으로이도시적도시부분의젊은인층이많이늘어났고특히대도시중심으로이젊은인구들이늘어나다보니이대도시에있는그출생률이급격히증가이게떨어지게되고결혼을하고아이를낳고하는과정들이제대로과정을이루지못하다보니기본적으로일본의전체적인인구감소시대에직면하는문제점에도영향을미쳤다라고볼수있습니다で出生率がどんどん出生数も出生力もですねどんどん下がってきていて、これが今後の扶養力の低下にも当然つながってくるということですね。예그리고기본적으로이런이제기본적으로출생률자체가계속늘어이제줄어들다보니앞으로의이노인부양이라고하는부분에서도계속적으로일본사회가큰문제점을안게되는경향도함께가지고있습니다じゃあこうした事態に対して政府や自治体はどんな政策をしてきたかという形で次にお話していきたいと思います。예그렇다면지금의일본에나타나고있는문제점들해결하기위해서지난정부가지금까지무엇을했던가라고하는부분들을말씀을좀드리겠습니다で、まず過疎問題が進行したのは1960年代からですけれどもこの時は第一次ベビーブーム世代が生まれ育った農山村から、都市や地方へと流入したということから始まりました。예우선첫번째가이제가소간일지역의이제경향들이1960년에서80년의시대에걸쳐서나타나게됩니다이시대에이제젊은층들이이제도심지역으로집중적으로몰리게되고요그로인해서지역은이제이인구가빠져나가면서이과소지역들의인프라가필요하게되는그런여러가지의문제점들이대두되게됩니다でこの時対策としては産業上の地域間格差の解消とそれから条件不利地域である過疎地域のインフラの整備という形で行われていきました。예이시기에이제과소지역과간일지역을나누어서이제정책이같이이루어지게되는데요과소지역은산업상의이제지역격차를해소하는방향그리고특별히이제일단그인프라가많이부족한지역이라던가좀굉장히이제인프라가부족한지역은이제과소지역같은경우에는인프라를계속적으로준비해나가는작업들이이루어졌습니다でこれはでも人口流出を止めるものにはなりませんでした예하지만이과소지역만을위한정책가지고빠져나가는인구들을보완을할수는잡을수는없었습니다他方で多分ソウルも同じだと思うんですけど過密都市では流入した人口を都市郊外に置いて住宅団地を建設して都市郊外を作っていくという形で対応したことから核家族化長距離通勤が常態化していきます
예, 그리고 반면에 가밀 지역을 위한 이제 정책들도 같이 이루어졌는데요. 그러니까 특히 이제 서울도 아마 비슷한 경향일 텐데 서울 시내는 너무 이제 지역적으로 너무 많이 이제 복잡하다 보니까 도심 외곽에 배드타임을 만들어서 이제 거주와 일을 나눠서 이제 오고 가면서 생활할 수 있도록 하는 그 주택 단지를 건설을 하게 됩니다. この家族各家族化と長距離通勤というか食住分離ですねが家族や地域の力を弱めて子育て力を削いできた可能性がどうもありそうだというふうに考えられます。え、그리고결론적으로이런대도시중심의이런베드타운과같이주거지역과일하는곳의분리를통해서핵가족화그리고장거리출퇴근에로인한지역내에서의이런지역력이라고하는부분들을약화시키고기본적으로거주지역에서아이들을키우는부분들에대해서도이강력한이부양력이라든가이런부분들을조금많이약화시킨계기가됐지않았나라고평가할수있습니다まあそれでもまだこの頃までは効率高くなかったまだ高くなかったんですが90年代に入ると過疎農山村で生まれる子どもの数が減少し亡くなる人の方が多い自然現象が始まっていきました。예하지만요시대까지만해도괜찮았습니다네1990년대부터들어서는이제고령화문제가심각하게대두가되면서특히저출산문제가특히가소지역에서는심각하게나타났습니다특히아이들의출생률자체가현격히줄었고요그리고사망으로인해서자연적으로인구가감소하는지역들이늘어나면서이인구감소의지역들이굉장히크게나타나게됩니다その同じ時期に91年にバブルの崩壊バブル経済の崩壊が起きるんですけれどもその対応として財政の拡大化が行われ、まあ、地域づくり地域活性化といった形での、まあ、各地でホテルスキー場ゴルフ温泉宿泊施設といった、まあ、公共投資が進められていきました。같은시기에91년에버블붕괴이후로책으로서이제재정이이제확대가됐고요그렇게해서이제좀인구가빠져나가고있는지역들지방을살리기위한여러가지재정적투입이본격적으로이루어지게됩니다그래서인프라를정비하게되는데요이시기에이제지역활성화를위해서스키장을만들고골프장을만들고이래서기본적으로인구들이계속좀모일수있는공간들을만들어주는지역정책들이이루어지게됩니다네この時もまだあのですから均衡ある国土の開発ということで東京一極集中を否定しながら、まあ、やっぱり地方農山村に、投資をしていくという開発が進められたわけですね。え、さしいい時期까지만해도이목표중심의이런정책집중이런것들을좀회피하기위해서그러니까뭐좀균형이있는국토개발뭐이런측면에서여러가지의지원들이사실이루어져왔습니다さらに90年代の政策はまだなんていうか新たな方向性としてこういうことを言ってました地方集権から地方分権それから官僚主導から政治主導ですがこれは住民参加を前提にしていました。90年代까지만해도사실이러한다음과같은경향들의이런슬로건들이많이이루어졌습니다중앙집권에서지방분권을좀많이하자그리고관료중심에서정치중심주민의참여를이끌어내서이지역을이끌어나갈수있는시스템을만들자라고하는내용들이많이자리를잡았습니다さらに産業開発重視の発展から環境調和型の政策が求められそして1989年にまあ、ゴールドプランを策定しそれから94年にはエンゼルプラン少子化プランを策定して高齢者対策と少子化対策がまあセットで計画化されたのもこの90年代になります。예그리고산업개발중심에서이제환경과같이조화롭게이개발을해나가자라고하는슬로건들이같이이루어졌고그리고네번째는무엇보다도저출산정책과고령화정책이함께이루어졌는데1989년에골드플랜이라고하는정책고령자플랜고령자정책을실시를하고1994년에고령화정책에해당되는엔젤플랜이라고하는저출산정책을같이추진하는그런90년대의정책적기반들을마련할수있었습니다それが2000年代に入るとですね、特に後半ですね、財政が行き詰まって行政改革と財政の健全化が進められることになります。
예그렇게90년대까지는그래도원만히중앙과지방의정책적이제그균형상태가이루어졌는데특히2000년대후반에들면서일본이기본적으로그재정긴축시대에접어들면서이러한경향들이많은변화가오게됩니다네これがですね非常に大きな転換をその後に引き起こしてこう改革がですねさっきの筋から外れて全く今日本では筋の違ったものになっているという話をあと最後にしていきます。예지금지금까지보시고보셔왔던자료이제제도가지고는사실은괜찮은데지금말씀드렸던2000년대후반에이루어졌던여러가지개혁들이지금의일본의여러가지의정책적불안감을그증감시키는여러가지요인으로자리를잡고있습니다마지막까지그내용을좀중점적으로말씀을드리겠습니다で、ばらまきから財政緊縮へ転換し行政や都市のコンパクト化や選択と集中が謳われ末端の農産層の切り捨て可能性が取り沙汰されるようになりました예그러니까정책적인변화가2000년대후반에굉장히넓게이제다양한변화와확대를해왔던정책이재정긴축으로전환이되면서가능하면좀컴팩트화를시키고요선택과집중을하고그리고어쩌면가장지역사회에있어서의이제일본사회에서의가장멀리떨어진말이제말단이라고표현이되어있는데멀리떨어진농촌지역같은경우에는개발자체의범위에서이게소외되도록제외시키는그런가능성이충분히표현될수있는정책들로이루어지게됩니다네すべての町は救えないというですねこういう雑誌のタイトルまでが普通に現れていったんですが、実際にですね2005年の前後に市町村合併をやりまして、3000あった自治体がまあ半分になったということです。저기중앙공론이라고적혀있는데요이제저게우리같으면아뭐주간조선같이굉장히시사잡지로굉장히유명한잡지입니다거기에제목타이틀이저기스베테노맛지와저기이제녹색으로되어있는곳인데요모든동네를살리진않겠다라고하는내용입니다이런여러가지이제타이틀로이제그얘기되는이러한경향들이문제가됐고그리고그과정의또하나가2005년전후반에걸쳐서일본이3000개있던지자체시군구레벨의기초자치단체를합병을시켜서1500개수준으로 50% 를수를줄이게됩니다で市町村合併ですね自治体合併はが結局一番末端の過疎地域からの現実的な撤退を促してさらなる人口減少や少子化の原因になったというふうに考えられるんですがここら辺のプロセス一番専門なんですけど今日ちょっとあんまり詳しくはしゃべりません。私で市町村合併이라고하는用語を얘기를하는데요基本적으로이인위인구감소가시작된지역들은큰지역으로시정촌을다합병을시키고그지역자체는기초지자체행정권을버리게하는그런정책으로전환을하게됐고사실은그로인해서더욱더인구를집중화시키는도심부로집중화시키는정책으로결론적으로결과를유도했다라고평가를하는데사실이내용만으로도얘기해야될것이너무많기때문에오늘은그부분은좀생략을하도록하겠습니다でさらに日本は議員内閣制なんですけど二大政党制を目指した選挙重視の体制が90年代から2000年代かけて、作られていきそのことが政策形成過程を変えていきました。예아시겠지만일본은자민당과민주당이당체제로거의이루어져있습니다그러다보니거의선거중심의정책으로되어있고이2000년대에들어서아시겠지만자민당이오랜집권을했다가민주당으로정권이한번바뀌었다가다시자민당으로정책이이제정권이넘어가면서두번의큰정책적변화를겪게됩니다네선거의勝ち負けが重要視され마조리티にとって耳障りの良い政策が選ばれ世代的には多数派を占める後継者高齢者にやっぱり焦点が向けられなったんですね예실제로뭐우리도그렇지만일본도선거로모든이제정권을잡게되기때문에이제이선거를지느냐뭐이기느냐에따라서이정권이바뀌다보니어떻게표를얻을것인가에대한다수의표를어떻게얻을것인가에대한정책에집중할수밖에없고그런이다수의표를갖고있는노인중심으로정책을펼수밖에없었던그런문제이제요인들이있었습니다さらにバブル崩壊後のばらまき事業の経験が
まあ、国民に政治に対して何かしてくれるんじゃないかという顧客観客を増長したので、そういう意味でも正しい選択政策を選択する機会としての選挙が別の形へとこう偏るものになりました。基本的に、あか말씀드렸지만、1990年代까지는지방을위한늘뭔가를얘기를해보면해주면얘기를요구를하면재정을투여를해서정부가뭔가를만들어주던시대를살아오면서2000년대에들어서는재정이긴축된상황이긴하지만이선거를통해서뭔가를요구를하면그걸해줄것이다라고하는국민의기대다수의이표를가진사람들에대한기대에부응하기위해서정책도이방향이어떤가에따라서표에따라그정책들이흔들리는그런과정을2000년대에겪게됩니다で先ほどのフィンランドの発表話と全く違うと思うのは、日本の場合そこで中央分権改革を進めようとしたんですが、結果として今非常に強い中央集権色の強い国家体制ができているということですね。いえ、방금フィンランド사례를들으면서굉장히일본과매우다르구나라고생각이들었는데요결국에정부가얘기하는뭐지방분권이라든가이런내용표면상의지방분권을외치긴했지만결론적으로모든정책의끝은결국엔중앙집권으로모든정책을그집중시킬수밖에없었던이런정치적인이유들도같이포함이되어있었습니다で何より実は新自由主義という考え方選択と主義者競争や淘汰を促す考えが非常に今肯定的にもう受け止められていて、しかしそのことが実は不安を非常に生んでいるということです。예、그리고세번째이제요인이신자유주의라고하는부분들이기본적으로사회전반적으로이렇게고착화가되면서선택과집중또는경쟁과부패라고하는이분법적상황안에서결론적으로는격차사회를불러일으키게되는여러가지의문제점을유발시키게되었습니다で今日本ではみんな将来が不安なので、若年層は結婚や出産に伴うリスクがあると思って回避しようとする。それから高齢層はもう次世代よりも自分の老後のために、まあいわば貯蓄したりですね、次世代の投資っていうものを非常に拒むような傾向を持ち始めたということです。いろんな社会全般的不安に基本적으로이제큰문제인데요이런걸로인해서젊은층은결혼이나이출산을회피하게되고그리고노년층같은경우에는기본적으로본인의자산을본인만을위해서쓰기위해서축적했다가쓰는굉장히이런여러가지의문제점들이일본사회에전반적으로팽배해져있습니다そこに地方創生政策というものが2014년から始まりました。예이런가운데2014년에지방창생이라고하는이제이정책의패러다임의하나를발표를하게됩니다つまり2016年でした。で、それは人口減少を解決する、出生率を 1.8 まで上げるんだと 1.4 からですね、それからその原因として東京一極集中があるということでこれを阻止するんだという考え方でした。이아베정권들어오면서굉장히큰이제또패러다임의하나가지방창생이라고하는건데요지방창생을하게된근본적인목표는인구감소문제를해결을하겠다는거였습니다그래서출생률을희망출생률을 1.4 에서 1.8 까지올리고그리고기본적인문제점이되는이독교중심의집중화문제를방지하겠다라고하는목표를갖고지방창생을발표를하게됐습니다でこれ自身は非常に正しい論理立てだと思うんですけれども、実際にやってることが全く違うことになる。まず基本的には稼ぐ力を作るという形での経済産業政策が中心になりました。예그러니까이지방창생이들어있는좀이제중요한포인트가되는부분들인데요사실이포인트가굉장히좋은말들로다구성이되어있습니다좋은말로구성되어있는데실제로실행력은제대로가지않는그런문제점을갖고있는데요첫번째는이돈을그러니까이경제력을활성화시키기위한정책을그힘을키우자라고하는내용입니다소득이上がれば子供がたくさん生まれるという論理になってるんですけども、しかし実は一番所得の高い東京が一番出生率が低いということで、全く矛盾した政策が展開されているということです。첫번째가이제소득성장이가지고있는소득성장을유도하면이출산도분명히같이올라갈것이다출산율도라고하는예측을갖고이제첫번째정책을했는데결론적으로지난이이후의경향을봤을때아무리소득을성장시켜도
도쿄 같은 경우에 소득이 그만큼 높아도 출산율은 전국에서 제일 낮은 이 문제점을 어떻게 해석할 것인가라고 하는 부분들 하나의 이제 포인트를 갖고 있습니다. さらにそれを自治体間の競争にしたので、競争に負けると負けた自治体は切り捨てられるというふうに受け止められて、そのことによって地方自治体は政府の方針に逆らえなくなり、結局、出てきた補助金メニューをただ獲得する競争ですね、人口を増やす競争ではなくて補助金獲得競争へと転換していきました。경제를활성화시키자라고하는게지역경제를활성화시키자라고하는면인데요이지역경제를활성화시키기위해서전략을썼던것이보조금경쟁을시켰습니다그러니까지역마다경쟁을통해서이런소득을계속지역의이산업구조를향상시키면정부가그만큼거기에따른보조금을많이주겠다라고하는차등화정책을썼는데결국에는이지역전체의산업경제가높아지는결과를유도해야되는데결론적으로는지자체간의보조금경쟁으로만비춰지고그것이기본적으로 어떤출산율이나이런부분에대한효과를올리지못하고어떻게하면지자체정부에서보조금을많이가져올것인가에대한경쟁으로만놓치다보니기본적인이문제해결에는많이멀어지는경향을나타냈습니다もう一つの地方創生の目玉が地方移住です。ところが A という地域から B という地域に移っても日本全体の人口は増えないので、これもこれだけで意味がない。ことを、まあ、今一生懸命地方自治体やっています。예두번째는지방이주를유도하는정책이었습니다그래서뭐 A 지역에서 B 지역으로단순히이동한다라고하는개념으로이정책을표현해사실기본적으로일본인구를감소시키는문제를해결할수는없기때문에어떻게하면이그도심부에집중하는내용을지방으로잘이제이이주할수있도록다양한정책들을고민할것인가라고하는부분들이었고요競争仕掛けられた競争が結局出生力の回復にはつながらずに人口集め財源集めになってしまったということですね。그지자체의경쟁자체가기본적으로출산율앞서말씀드린것처럼전반적인이지역활성화에는영향을미치고이지자체간의경쟁만갈등만유발시킨여러가지내용으로전개가됐다라고하는내용입니다で子育て支援は何をやってるかというと、働いている女性への保育所への待機児童の解消という形になっていて、ちょっと詳しくお話できませんけども、これだけで人口対策になるのかということもいろいろと騒がれてるというか問題になっているところです。그리고세번째제시했던내용이바로이육아지원이었습니다육아지원보육정책지원이었는데요이보육지원을어떻게정책할까보육을어떻게지원할것인가라고한정책이지방창생에서제시하는키워드는단순히어린이집을확대하는내용이거의대부분이었습니다근데과연이러한이제인구감소정책의하나로과연어린이집만확대한다고이런내용들이해결될수있을것인가라고하는부분들에대해서는많은의문점을갖고있는부분입니다でこういう状態に陥ったんですが、さらに今我が国の政権が進めているのがイノベーションです。日本政府は去年の年末に未来創生戦略ソサエティ 5.0 を立ち上げて、ここではイノベーションを政策的に引き起こすということを今目論んでいます。예、지금현재일본이진행하고있는정책의방향은어떻게든이런문제점을이노베이션의그측면에서해결해나가겠다라고하는부분입니다2017년이제작년말에일본정부가미래창생전략소사이어티 5.0 이라고하는전략을발표를했습니다그게이제예전에이제농촌사회에서여러가지정보사회를거치면서마지막에는이노베이션을통해서이런지금의현안들을해결해나가겠다라고하는패러다임을바꾸자라고하는부분인데요ここには具体的には AI への投資それからロボット野菜工場ですね、こういったものへと政府の予算を投資していくということが人口減少を解決するかのような、まあ形になっているということですね。イノベーションの이제대표적인주제들이 AI 인공지능을활용어떻게할것이냐ロボット산업을어떻게개발시킬것이냐사실이런문제들이기본적인우리그일본사회의문제점들의해결을가져올수있을것이다라고하는내용들을담고있는겁니다아또もう一つあれですね自動運転の自動車ですね그리고또하나가자동운전하는자동차신자동차개발하는내용이포함되어있습니다で今あとこれは安倍総理の言葉なんですが人口が減ってもイノベーションによって成長できるんだという第一号の兆候になることを日本を目指しますということでもう人口は減ってもイノベーションさえ起こせば経済は大丈夫なので
国家は成り立つんだというそういう論理にだんだん今変わってきています。예아베총리가이런말을했습니다지금까지말씀무인자동차까지얘기를하면서인구가감소해도이노베이션만잘성공하면모든문제를해결할수있다라고연설을하면서이개혁이가지고있는의미를얘기를하고있습니다네인구減少가やっぱりショックドクトリンっていう言葉最近使われますけどもショックドクトリンとして使われて最終的には実現不可能な政策がこう真面目に国策として取り上げられてしまって肝心な少子化高齢化人口減少に向き合わないまま無作為の状態がこう続くようにこの10年間になってしまったということになると思います。사실상이제뭐정말문제점의현안에맞는맞춤형정책이이루어져야되는데실현가능한정책실현가능한과실현불가능한이런여러가지정책들이이제질비하게제시만되고근본적인정확한방향에맞춘정책들은제대로이루어지지못하는그런현실이지금일본사회에펼쳐져있는내용이고사실그것들이사실은저출산고령화문제를해결하기에는너무나방향이다른정책들이추진되고있는상황입니다まあ、恥なのであれですが YouTube で出てますのでご覧いただければと思います。네、저 YouTube 주소가있는데요저게아베총리가이아까말씀드렸던그이노베이션만으로모든게해결된다라고하는내용을담은영상이라고합니다ただなぜこれだけ日本が少子高齢化対策に正面から向き合わなかったのかということをあと最後探ってちょっと伸びちゃいましたけども結論につなげたいと思います。예그러면왜일본사회가이런문제점이심각함에도불구하고왜직면한당면한과제를바로해결하지못하고이런정책들로이제대변이제발표를하고있는가라고하는문제점왜그랬던가왜그럴수밖에없는가에대한문제의배경을여러분께말씀을드리고조금시간이길어졌습니다면결론으로말씀을드리도록하겠습니다네高齢者をどう支えるかっていうのはある程度設計できると思うんですけど人口減の対策ですね出生については結局政策として取り上げにくいというか取り上げることは不可能な領域があるんじゃないかということがまず一つあると思います。첫번째는고령화정책은일정부분정책지원으로제도적지원으로일정부분해결될수있는부분들이있지만인구감소정책은기본적으로정책만의얘기로그답을찾기에는좀어려운부분이아닌가라고그첫번째의미로생각해볼수있을것같습니다で出生力は個人家族の問題で国家が介入し解決する問題ではないということですね。그러니까출생력이라고하는이출생을하고자하는출생시키는이힘은개인의가족의문제이지사실은국가가개입해서그걸해결할수있는문제는아니지않냐라고생각합니다ただ回復を待って回復を期待して回復に向かう動きがあればそれを政府が支えて、まあ、逆に障害になっているものがあればそれを取り除くというのが政策になると思いますし、要するに逆に言うと出生力をそぐような余計なことをしないということが非常に重要になってくるということですね。出生率자체가회복이좀되면서아이것들을어떻게더욱더잘이렇게좀이제성장할수있도록증가할수있도록정부가어떤정책들을더넣어서이뭐서포트를할것인가라고하는부분들에서는정책적인지원이충분히가능하겠지만근본적으로아이를낳아야될것인가에대한부분들에대해서정부가개입을해서어떤아무리많은예산을투여해도기본적인그결정을내리는데있어서는기본적인개인과가족의문제라고볼수밖에없지않을까라고생각합니다네その時にその障害になったのが2000년대의財政再建だったかもしれません예아마이런일본의출생력자체가굉장히줄어들게됐던여러가지의문제점등이아마2000년대의이재정재건축재건그러니까재정을다시한번조정했던그시기에여러가지의변화들이큰영향을미쳤지않나라고생각합니다少子化と高齢化ということで言うと少子化問題とされずに増える高齢者のこれから増えていく高齢者の年金や社会保障をどうするのかっていう形で財政問題がクローズアップされたということでそのことが少子化問題をこう見えなくしたということになるかと思います。예그리고두번째에이제그중요한문제가말씀드린것처럼2000년에이런여러가지의재정긴축이오면서
그 정치에 따라서 이러한 이제 여러 선거에 따라서 여러 정책들이 변화가 되고 노인 문제, 고령화 문제에 대부분의 재정들이 많이 투입이 되면서 뭐 결론적으로는 역으로 봐서는 저출산 문제에 그다지 많은 관심을 받지 못했고 그 시대에 있었던 여러 가지 저출산 부분에 대한 관심이 부족했던 관심이 그 영향이 지금까지도 이어지는 거 아닌가 그 영향력이 있는 거 아닌가라고 생각할 수 있습니다. さらに今日本の安倍政権で起きているのは財政緊縮でもなくより多く稼ぐためにさらに財政投資をするという、要するに財政規範が今崩れて新しいこう経済財政産業重視の投資政策に転換されているということにさえ今進んでいますと。예그리고이제제일중요한거는아베정권에들어와서이런기본적인인구문제에대한저출산고령화에대한문제에직면한당면과제에대한재정을그다지투입하지않고그비전을거의이또다른분야인이산업분야나이런분야에재투자하겠다라고하는분야로정책들이이루어지면서근본적으로일본이갖고있는문제는계속남아있는상태가아닌가라고생각합니다네나제소노これだけ財政や、経済産業政策投資が重要だっていう形になってるかというとどうもやっぱりグローバリズムに対するやっぱりすごい恐怖感ですね日本人の恐怖感がどうもあるようでこれは明治維新以降の、多分この国の歴史にも関係してくると思いますが、根深い問題があるんじゃないかというのはここに書いてあることです。경제나산업투자에더집중해서아베정권이힘을투여이제그집중을하고있는가라고하는부분을봤을때는기본적으로이글로벌화에대한부분그리고저기에는이제조용한전쟁이라고표기가되어있는데국제사회안에서의여러가지의이제또일본의위치를잡기위한여러가지의노력들이그리고사실일본은메이지유신이후로이국제사회에대한굉장한위화감을갖고있습니다그래서그위화감부분들이근본적인배경으로영향이미치면서이정부분이정책의방향이지금흔들리고있는거아닌가라고생각이듭니다で結論です。政策が人口リスクをしっかり取り込まずに別の方向へと向かっていく構造があるんじゃないか。で科学の立場から見れば明らかにあるべき方向からずれた政策が採用されてそれどころかかえって逆効果になる恐れのような政策が頻繁に見られるようになってきています。자료집의71페이지에보면정확하게이제번역이되어있는데요그래서결론은정책이이런인구위험에 대응하지못하고다른방향으로추진되는구조자체가이과학적입장에서봤을때명확하게있어야될방향에서벗어난정책으로지금다양한정책들이이루어지고있다그래서그것으로인해서오히려더여러가지의문제점들의역효과가나타나고있다라고평가할수있을것같습니다でどうすれば科学的に分かっている将来人口リスクを適切に政策に取り込んで人口問題という内政的課題の解消を図っていくような適切な体制を築くことができるのかというのが今の日本の本当の課題になっています。그래서뭐지금여러가지일본사실이제일본연구를해보신분은아시겠지만2000년대지금2010년이후로정말많은매년마다일본아베정권에서여러가지정책들을발표를하고있는데이런내용들이과학적으로봤을때는이증명이러한이제굉장히산발적으로이루어진이런정책이아니라일본사회가갖고있는정말이문제에대한적절한정책으로서어떻게자리잡게할것인가그렇게위해서어떠한인구문제를포함한직면한문제들을어떻게해결할것인가에대한이적절한체계를어떻게만들것인가에대한부분들이사실은일본사회에서지금가장이문제제기가되는부분이라고볼수있습니다네最後これですがで人口問題という直接解決の難しい課題をやっぱり先送りしてなかなか向き合わずに、グローバル経済競争を勝ち抜いていくことだけに先進して、まあ、そちらに伸び込んでいるというのが日本の状態です。ところがグローバルな問題こそが内なる人口問題よりもっと難しい自国だけで解決できない問題なのでそういう内なる環境問題としての人口リスクという課題にどういうふうに国家が有効に取り込めるのかということが、日本にとって非常に大きな課題なのでぜひいろいろと教えていただきたいと思います。예사실일본정부가갖고있는가장큰문제는앞서말씀드렸던것처럼일본이갖고있는직접해결해야되는이문제를어떻게해결할것인가라고하는부분인데기본적으로지금의정책적지금의정부가추진하고있는글로벌화뭐여러가지의이런좀올바른정책이아니라좀이렇게벗어난이런정책가운데서다시한번인구문제에집중할수있도록이체계를잡아갈것인가사실글로벌한문제자체가
이일본사회의문제만으로해결되는것이아니라한국과도같이해결해야되는문제이기때문에자국의문제뿐아니라이런자국의문제가아니기때문에더욱글로벌한부분들을해결하기힘든데일단이런인구구조안에서이루어지는다양한정책적인문제점들을어떻게이일본정부가풀어갈것인가에대한답을찾고있고앞으로여러분의많은조언들도부탁을드리고싶습니다이상입니다네감사합니다